吉田さん、本物に出会えてもやらなければね、稼げませんよね。結局その情報発信者の責任なのか、情報を受け取った人の責任なのか、まあ、私は情報発信者としてこれはね言いたいんですけども、やっぱりね、情報を受け取った人があまりにもやらなすぎるんじゃないかなと思うんですよ。情報発信してる人ぐらいは最低でもやらないといけないし、情報発信してる人以上にやらないと、まあ、そもそもね、たどり着かないんじゃないかなと思うことばかりですね。それは本当に言えますよね。あ、ちなみにね、こんなコメント入りました。この人の情報発信してることっていうのは、ネットを探せばいくらでも無限に無料で落ちてることばっかりだよって言うんですよ。それ当たり前だって。で、私が聞いたんですよ。逆に、ネットに落ちてない情報って何なんですかと。そっちの方が探すの難しいでしょ。そもそもネットに落ちてる情報っていうんだったら、それはそれでね、自分で探せばいいと思うんですよ。でも私たちね、時間がないですから、うまい感じでまとめてこうステップを組んでくれた方についていく、しかもサポートがつくわけでしょ。こっちの方が私はいいと思うんですけどもね。あとはね、乗るかそるかですよ。それは自動車教習所で自動車の運転の仕方を覚えたからといって交通事故起きるわけですよ、ね、だからといってじゃあ教習所の責任ですかって言ったらそうでもないですもんね。今日も頑張っていきましょうか。いってらっしゃい。